は赤坂、そして元村5コース、こちらは前節の輸出エンジン6番松尾光弘6コース、進入インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。やや目立ったのは5コースから5番の本村、好発進。ただその後はインから出ていく1番の藤井が逃げ展開。3コース仕掛けていったのは3番の前川、真ん中割って5番の本村がまくり差し、鋭いハンドルで突き抜けてくるか。スタートは前提正常でした。まくった前川か真ん中割った本村か、さあ本村が絡むと、これはどでかい配当が待っているかもしれません。1周2マーク、スタート正常。先手打つのは5番の本村、トップで迎える1周2マーク。2番手波間をさばいてきたのは3番の前川盛次、外いった4番の赤坂、現状3番手争いの一角。一気にリードは広がりました。左右の後ろをちらっと確認、3点進のリードは5番の本村大です。2周1マークの旋回、2番手目がけ内側合わせに行こうとする4番の赤坂ですが、3番前川振り切る。3番手のポジション4番の赤坂、変わりありません。内を運ぶ1番の藤井は4番手、5番3番4番の上位体系でレースは2周2マークへと向かいます。4番手じりじりと差を詰めようとする1番の藤井、行く手遮るのは4番の赤坂です。2周2マークの旋回、3番手先んじた4番の赤坂俊介、1番の藤井届かずの4番手、5番3番4番の上位体系レースは最終周回に入っています。好スタートを切ったのは5番の本村、1周1マーク、ただ先に仕掛けたのは3番の前川のまくり、真ん中を鋭いまくり差しで切り裂いたのは5番の本村先頭です。3番前川2番手、依然として4番の赤坂3番手、守ってはいますが1番の藤井接近中、ラストターンマークへ向かいます。3連単5番3番4番1054倍、5番3番1番1390倍、どちらにしたって10万周。お年玉配当の3番手はどうか、1番の藤井巻き返してくる、赤坂との競り合い、先頭5番本村ゴールイン、3番前川ゴールイン、4番1番の順でゴールイン、6番2番の順で